黒岩？お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか？また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか？なんだとこら。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ、汚いところですけど。それで、何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長が神室町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？たく許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう明日、泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろ。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。ここんとこ俺、あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。沙織さん。お待ちしてました。こちらは美香さんです。八神です。少しいいかな？どうも。半年前に美香さんがついた客、この男で間違いない？うん、
ん、そう。ハシキとショウノのことはもう確認しました。ミカさんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。その人、ショウノさんでしょ？そう。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。ハシキさんが上司の悪口言って、それをショウノさんが愛想笑いで聞いてて。例えば、どんな悪口？全部木戸さんって人の悪口知ってる？アドデックナインって認知症の新薬。え？ああ知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。ハシキたちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん、木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。裏社会ともつながってるとか、ハシキさんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか？詳しくは分かんない。でも新薬の利権っていうの？とにかくいろいろおいしい話ちらつかせてだいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね。ところで半年も前のことよく覚えてるね。だってハシキさん店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。確かにな。それに私アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン本当に早くできたらいいのになって。だからハシキさんたちの会話をよく覚えてたの？うん、なの悲しくなっちゃうよね。そっか。ハシキかショウノの口からカジヒラって名前は出なかった？カジヒラ？関西で大手のゼネコン、ハシキはそのカジヒラのスパイでセンターを潰そうとしてた。潰すって？でもハシキさんって副所長とかセンターの偉い人でしょ？ああ、なのに金でカジヒラに抱き込まれてたんだ。でもカジヒラって名前は聞き覚えないな。事件のあった夜、ショーノの方は店でどんな様子だった？あの人は私のおっぱいばっか見てた。ハシキさんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃありませんよ。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまりショウノはハシキの話には興味なさそうだな。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたらハシキさんがこう言ったの。アドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。捏造とかでっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それで。なんかアドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。ハシキがショウノと本当に話したかったのはそこだな。ええ。それでショウノはなんて？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたらハシキさん絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって、なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。ハシキは必死だったはずだよ。え？カジヒラの会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。ふーん。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。
ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。ありがとう、またね。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ、事務所まで送るよ。